皆さんこんばんは、カプリです。コメントをいただいてました。新しい人からコメントですね。みわさん、はじめまして。2年前からいろんな目に遭い、今も精神的に病んで、たまたま見つけた動画のカプリさんに癒されてる毎日です。ありがとうございます。本当は専門の病院に行くべきなんでしょうね。ちゃんとアップできてますよ。これからも楽しみにしてます。そうですね、専門の病院に行った方がいいかもしれません。そしてね、私の勧めるのはカウンセラーの人がいるところ、病院、うちにはないんですよ。カウンセラーがね、いた方がちゃんと話を聞いてくれます。うちは病院の先生だけだから、時間に追われてるからゆっくり話もできないし、で本音も言えないしね。リッチさんでもね、皆さんね、きついでしょうね。本当に精神的に悩んでるのは見えないからね。私の動画でよろしければいつでも見に来てくださいよ。私も応援してます。リッチさん、カプリさん、こんにちは。こんにちは、こんばんは。かも今7時5分です。アップなかったから少し心配してました。機械の調子が悪かっただけなら安心しました。そのキャラメルオレ飲んでみたい。後でコンビニ行って探します。久々の飲みチキ、ちゃんとアップされてますよ。ありがとうございます。久々の本当ファミチキでした。で今日はね、ごっつ盛りの焼きそば、ファミチキも食べたし、今日はこれだけ。そしてね、この大人のたけのこの里、すごく美味しいですよ。美味しい。なんかね、香ばしいです。大人って感じ。娘にも食べさせたんですけど、美味しいって。娘はね、別の買ってきてました。普通のね。いただきます。おいしい。なかんだ。もうダメだ、本当に私ダメだ。かむし。待ってね。私、精神疾患っていうかね、病気がひどくなってるので。福祉協議会に預けるっていう契約を結ばされるんですよ。そして通帳も印鑑もキャッシュカードも全部福祉に渡せなきゃいけないんですよね。すごく嫌じゃないですか。私
そこまで落ちぶれてんのかなと思って。下が痛い。当番の人がいるときにお金を持ってくるみたいな、私のお金で嫌ですって言ったんですけど、あくまでもカプリさんのお金だからって。ヘルパーもつけるって言うんですよ。ちゃんと食べれるようにって、もうそれだけは勘弁してくださいって言いました。絶対嫌だ、ヘルパーだよ。私がヨボヨボのおじいちゃんおばあちゃんだったらさ、絶対嫌だ。だからね、今日コメントくれた方、こういう人間もいるんですよ。早めにね、病院に行った方がいいかもしれない。専門のね、私みたいになっちゃいますよ。いろいろあるしね、私もいろいろあってこうなっちゃったんですよ。いろいろありすぎてね、ほんと早めに病院に行った方がいいかもしれないです。もう8分だ。じゃあまたアップされることを祈って、コメントありがとうございます。じゃあね。